こんにちは、シュンジーです。今日はですね、ハモンドコレクションのジュラシックパーク30周年アニバーサリーゲオステルンベルギア翼竜のフィギュアを見ていきたいと思います。真ん中にジュラシックパーク30周年アニバーサリーとねプリントされてて、僕が紹介するのではこれ2体目になりますね。外から中のフィギュアが見えるようになってて、やっぱかっこいいね、この箱のデザインが。はい、後ろにはゲオステルンベルギアのこのプリントがされてるんですけど、わさーとこうね翼を広げて飛んでる時のポーズになってて、はい、こちらザ・ロスト・ワールド・ジュラシック・パークとここねプリントされてます。はい、では取り出します。これ台座とかないのかな。あ、翼竜なんで台座とかあるのかなって思ったらない。これ、あー、ちょっと残念ですね。あ、取り出しにくい。こちら白亜紀後期北アメリカ大陸に生息してた翼竜ゲオステルンベルギアのフィギュア。翼が大きい。体長が約37センチで、で体全長が約16センチとなってて、こちら最大級の翼竜ケツァルカトルスアニアのフィギュアなんですけど、と大きさをね比べると、はい、こんな感じとなってて、やっぱアニアとね比べると大きさは全然違うんですけど、実際の大きさは当然こちらのケツァルカトルスのが大きいですよね。あの体長がね確かね約12、3メートルほどあったんじゃないかって言われてるんで、ゲオステルンベルギアの方は体長が6から7メートルなんでね、ケツァルカトルスと比べるとねやっぱり小さかったですよね。でこちらね背中のボタンを押すとサウンドが鳴って稼働するプテラノドンのフィギュアと大きさ比べるとね、あ、プテラノドンの方が少しだけ大きい。で体がやっぱりサウンドが鳴るんでね、あのガッチリとしてますよね。これと比べると今回のハモンドコレクションのゲオステルンベルギアの方が小さいですね。あの元々ねこのプテラノドンとこのゲオステルンベルギアはもう同じだったんじゃないかってこう一緒くたにされてたんだけど、あまりにもプテラノドンのね骨がいっぱい見つかって、いやちょっとこれちょっと整理しようっていうことで、見つけられたのがこのゲオステルンベルギアなんですよね。体ね小さいんだけど、やっぱこのフィギュアね翼が本当にこう大きくて、この翼だけで約ね、あの片側だけで約17センチあるんですよね。で翼はですねこう黄土色に、あとなんだろう茶色カラーのこの柄が入っててですね、でこの翼部分ね柔らかいんですよ。これすごいよね。さっきのプテラノドンとかね翼やっぱこういった硬いのが多いんだけど、ハモンドコレクションのこのねゲオステルンベルギアの翼竜はですね、この翼部分ここがね柔らかくて、ただこの前の方、まあ骨になる部分ですよね、ここはがっちりとしてますね。でところどころシワがあったり、まあこの辺の造形はさすがハモンドコレクションですね。で前足、はい、動かせますちょっとだけだけどね動かせるようになっててですね。で体めっちゃ綺麗なおカラーになってるね。はい、こんな感じですね。かわいい。で反対側の翼も同じように茶色のこう柄があって、ここが柔らかい。すごいね触り心地がいいですこれ。はい、で翼なんだけどこう上下に、はい、こうバタバタと動かすことができるようになってて、あと回せないんですよこれ。残念ながらねここくっついてるんで回すことはできない。まあ、上下にこう稼働することができるのみとなってますね。あのね角度変えたりもできないね。体と翼のこの部分がくっついちゃってるから、もう稼働はねこうくるんとした稼働はできないですね。一番上まで翼をね持ち上げるとすっげえパタってこう畳んでるような感じになって、であと下までこうぐーっとね、はい、動かすと、まあ、これまた、まあ、さっきと同じぐらい、いやちょっとないか、そう真下まではいかないけど、まあ、この辺ぐらいまで稼働すると。だから稼働範囲としてはかなり、ね、広い範囲に稼働しますね。体ねふさふさした羽毛とかあるかなと思ったんだけど、まあ、そういった造形にはなってない。で後ろ足、
はい、このね、なんか白っぽい色になってて、指をね、ピーンとまっすぐにこうね、伸ばした、形になってるんで、もう飛んでる時のポーズのね、設定になってて、で、後ろ足は可動はね、一応するんですよ。はい、こんな感じで動かせて、膝あたりもね、可動して、あ、もしかして立たせることできるかな、これ。なんかね、思ってた以上に、後ろ足が動いて立たせるようなことできるかな。はい、着陸してる感じで、はい、ちょっとね、無理か。これは無理だね。さすが柔らかいな。後ろ足広げてる、かわいい。後ろ足で立たせることはできなかった。で、台座とかね、こう支柱で差し込んで、こう飛んでる感じでこう飾れるタイプになってるのかなって思ったんだけど、それも入ってないんで、そこが非常に残念ですね。かなり形いいんでね、これはこう飛んでるポーズで飾りたいですよね。はい。で、下はね、こんな感じ。あ、お腹のところぷくっと膨れてて、で、この前の方は、ちょっとこう、羽毛でふさふさした感じになってますね。そして、ゲオステルンベルギアなんですけど、特徴的な部分は、頭の、このトサカですかね。これはね、オスが、特にこう大きくなってて、メスは小さいみたいですね。丸くて小さいみたい で、あと年齢を重ねるごとにこう上にグッとね、伸びてたみたいですね。大きくね。はい。まあだから年齢と、あと、まあ性別とかによってこの形が違うみたいですね。で、ここ、シワシワになってる。まあこの辺の造形なんかはハモンドコレクションなんで、ね、しっかり作り込まれてます。目はね、オレンジ色になってて、ギョロッとした目になってますね。で、青い部分はこの目の周りまで青くなってて、くちばしはこう黄色っぽい色になってますね。で、先端が茶色と、結構ね、カラフルなね、あの色になってますよね。はい。で、反対側から見ると、こんな感じですね。やっぱこの頭のこのトサカって言っていいのかな、ここがね、かっこいい。で、首が、稼働するんですけど、ちょっと硬いんだ。あ、ちょっと硬いな。はい、こうやって稼働して、あ、動かしすぎた？塗装剥がれちゃった。マジ？ちょっと待ってください。これ、上の方までやりすぎると、力いっぱいしちゃうと、ここ塗装ね、剥がれやすくなってるのかもしんないんで、皆さん気をつけてください。わ、ショック、これ。あと、頭部分ですね。ここが、稼働するようになってて、位置調整して、こう微妙なこう動きのある形にセットして飾ったり遊んだりすることができるようになってると。はい。あ、でもなんかね、この辺も白くなってきたね。なんだ？なんでだ？はい。だと頭ね、回せます。こんな感じで回せて、くちばし開けますね。開けると、はい、こんな感じ。口の中ね、ピンク色になってますね。これ舌ですね。はい。で、歯は、まあこれはない。あの、ジュラシックワールドのプテラノドンはね、歯があったんだけど、この子はないですね。はい。設定されてませんでした。で、前回まで開けると、まあこんな感じですね。まあ結構大きくね、口開いてますよね。はい。で、閉じると、こんな感じですね。最後にハモンドコレクションのフィギュアの中で一番大きな肉食恐竜ティラノサウルスレックスと、まあ一応大きさをね、はい、比べると、まあこんな感じのサイズ感となってて、見比べにくいけどね。はい、まあこんな感じとなってますね。やっぱね、ティラノサウルスの造形もいいんだけど、この翼竜の形もハモンドコレクションはね、よくできててですね、やっぱ塗装がね、綺麗だったんだけど、今回残念ながらちょっと剥がれちゃった。ジュラシックパーク30周年アニバーサリー商品になってるんで、もう大事に皆さん置いときたいと思うんで、ほんとここだけはね、ちょっと注意してくださいね。はい、ということで、今回はですね、ハモンドコレクションゲオステルンベルギアのフィギュアの方を見ていきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらコメントに高評価ボタンの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。